Tips and テクニック。こんにちは。今回も前回に引き続き Teams Activity Analytics レポートを紹介します。前回は基本編として Teams Activity Analytics レポートの出力方法やレポートではどんなことが確認できるのかを紹介しました。今回は課題解決編としてビジネスシーンで発生しうる2つの課題をTeams Activity Analytics レポートの情報を活用し、どのように解決していくか紹介します。まず1つ目の課題は、チームコミュニケーションに関する課題です。新たなワークスタイルとして、オフィスワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが普及し、多くの会議がオンラインで行われるようになりました。それぞれが自分に合った働き方を選択でき、快適に働けるようになったなどの声がある反面、チームメイトと協力して働く機会が減り孤独を感じたり、オンライン会議では相手の反応が分かりづらく会話がしづらいと感じることがあるようです。チームコミュニケーションに関してこのようなお悩みがある場合、 Teams Activity Analytics レポートでチームの稼働状況およびチームメンバーそれぞれの Teams Activity を確認してみましょう。例えば、所属チームのメンバーとあまりコミュニケーションが行えていない気がするといった場合、まずは Teams Activity Analytics レポートのチームアクティビティタブでチームの稼働状況を確認してみましょう。このチームアクティビティタブに表示されるのは90日間のチームの稼働状況です。確認する項目は投稿数や返信数、また投稿や返信が行われていない日数です。チャンネルへの投稿数や返信数が少なく、投稿や返信が行われていない日数が多い場合、チームメンバー間で情報交換や共同作業がうまく行えていない可能性があります。メンバーそれぞれが個別のチャットで業務に関する情報交換や依頼を行っているという可能性がありますが、業務に関する情報交換や相談は、Teams チャンネルで行うことでチームメンバー全員がチームの業務状況をより把握しやすくなり、情報交換や助け合いもしやすく、コミュニケーションが活性化されます。チャンネルへの投稿数や返信数が少ない場合、また投稿や返信が行われていない日数が多い場合、現在行っている情報共有方法を確認の上、チームの業務に関する情報はなるべくチャンネルで共有するよう呼びかけを行いましょう。またチームコミュニケーション活性化に向けたもう一つのアプローチは、会議中のカメラや音声をオンにしている時間を増やすという方法です。オンライン会議にまつわるお悩みでよく耳にするのが、相手の顔が見えないため反応が分かりづらく会話があまり盛り上がらないというお悩みです。会議の進行役を務める場合、自分以外の全員のカメラや音声がオフになっていると、一人で話し続けているような気がしたり、相手が話を理解してくれているのか、納得されているのかが分からず、やりづらいと感じるといったお悩みもあるようです。このお悩みで明らかなように、私たちはコミュニケーションを行う際、相槌や表情からも様々な情報を受け取るため、無音の状態や顔が見えていないと、双方快適なコミュニケーションの実現が難しくなります。Teams Activity Analytics レポートでは、My Activity タブで会議中にカメラや音声をオンにした時間が確認できます。チームメンバー全員でそれぞれのレポートを確認し、参加した会議の数に対してカメラや音声をオンにした時間が短くないか確認をしてみましょう。より長い時間カメラや音声をオンにできるようチーム全員で取り組むことで、オンライン会議がより快適になり、顔が見えることで会話も生まれやすくなり、チームコミュニケーション活性化につながります。さて続いて2つ目の課題は、 Teams の活用方法に関する課題です。 Teams では所属部署やプロジェクト立ち上げ時などに新たにチームを作成されているかと思います。コミュニケーション内容がチームごとに表示されるため、あのプロジェクトに関する情報を探したいと目的の情報を探すにもスムーズにアクセスが行えます。しかし一覧に20も30もチームが表示されている場合はどうでしょうか。いくらプロジェクトやチーム名ごとに情報が表示されるといえども、数が多すぎると目的のチームやチャンネルは探しづらくなってしまいます。チーム一覧にチームがたくさん表示され使いづらくなってしまったというお悩みをよく耳にします。
Teams でのコミュニケーションを快適にするには、利用頻度や重要度に合わせてチームを並び替えたり、特に重要なチャンネルを固定表示したり、逆にあまり利用しないチームは非表示にしたりなど、チーム一覧の整理がポイントですが、その並び替えや固定表示、非表示を行う際に Teams アクティビティアナリティクスレポートが役立ちます。Teams アクティビティアナリティクスレポートのチームアクティビティタブでチームの稼働状況を確認し、投稿や返信が行われていない日数に注目しましょう。この項目には90日間で投稿や返信が行われていない日数が表示されるため、例えば5と表示されていれば90日間のうち85日は投稿や返信が行われチームが稼働しているということになります。逆に86など大きな数字が表示されている場合は、90日間のうち86日、投稿や返信が行われず、チームがあまり活用されていないということになるため、自分のチーム一覧で並び替えを行う際、下の方に表示させたり、非表示にすると良いでしょう。また、この項目に90と表示されていた場合、つまり90日の間で投稿や返信が全く行われていないチームがある場合、そのチームは脱退を検討しても良いでしょう。このように Teams Activity Analytics レポートで具体的な数値でチームの稼働状況を確認することでチームが整理しやすくなります。業務で必要な情報をより簡単に確認し、読み逃しなどなく快適に業務が行えるようレポートを参考にし、定期的に所属チームの整理を行いましょう。また今はチームの参加者目線でいかにチーム一覧を使いやすく整理するかというお話をしましたが、自分がチームの所有者となり管理されている方はチームの稼働状況を確認し、チームのアーカイブや削除も検討する必要があります。削除をしてしまうと過去の会話の内容などすべて消えてしまいますが、アーカイブであれば読み取り専用の状態でチームを残すことができるため、過去のメッセージやファイルを振り返ることができます。しかしチーム一覧には表示されなくなるため、必要になった時にのみ表示させ振り返ることが可能です。チームメンバー全員がそれぞれ Teams をより快適に利用できるよう、チームの所有者は Teams Activity Analytics レポートで定期的にチームの利用状況を確認し、整理を行いましょう。いかがでしたでしょうか。前回の基本編に続き、今回の課題解決編では Teams Activity Analytics レポートを活用してどんな課題が解決できるのか、チームコミュニケーションに関する課題と Teams 活用に関する課題2つを紹介しました。あらゆるコミュニケーションが Teams で行われるようになった今、 Teams アクティビティアナリティクスレポートを見れば自分自身やチームの働き方や状況を把握することができます。チーム全員で活用し、より快適なチームコミュニケーション、円滑な業務運営を目指しましょう。それでは今回の動画はここまでです。また次回の動画をお楽しみに。